さんこんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日は来たよいしょーニーナニーナやだやだっておいジャンピングして逃げてった。ニーナちゃんすくすく育ってご飯もねすっごいいっぱい食べて、で特に病院行ってその猫の白血病とあとエイズ検査もして陰性で、あとは便検査とか飲みダニも処置済みで、もう普通にねあの犬と一緒に生活させてますね。まだちょっとお留守番の時はケージに入れてるんですけど、それ以外はずっと放し飼いにしてます。はい、で今日はアイリス大山のね通販で買ったこれ爪とぎボックス、爪とぎハウスなんかねこういうのが売ってたので1000円ぐらいだったかな。今はここのねこれなんか猫段ボール好きっていうのを知ってて、このね佐川さんの段ボールをただ置いてたんですけど、ちょっとね見栄え悪いなと思って爪研ぎボックス買いました。はい、じゃあ早速これね作っていきたいと思います。ほら猫じゃらしい。甘えております。無理。よし、じゃあ作っていこうかな。よいしょ。どうやって作るのこれ。ね、どうやって作るんだろうね。お。ビヨンビヨンって。発達。絶対合ってないよ。痛いしさ、もう。もういい。もうこれでいい。もうここ変だけど。できました。いいな。ほら、なんかできたよ。そっちは既存だ。既存の佐川さんね。入ってごらん、ここニーナ、ここここ入ってごらん。キャットハウス、どう？キャットハウスだって。寝るんだ寝るんだ、そこ寝るんだね。ごめんって、そこ汚いよね、中ね。ぐちゃぐちゃってやっちゃったし、なんか隙間空いてるもんね、そこ。ごめんなさい。あぶねー、何やってんの。様子見てくれたの、ニコ。大丈夫だった？大丈夫だった？よかったね。それゴミね。ニーナに買ってみたハーネスなんだけど、ダメかな。ダメ。どう？あんまりガッてやると破壊されちゃう、これ。
こちゃん来たの。なーちゃん、ニーナちゃん眠いんだってよ。さんじゃん。そこね、足はげちゃったんだよね、舐めすぎてね。一緒に寝てんの？一緒に寝てる？のあどんな気持ちなんだろうね。寝てるけど。みたいな顔してるね。